都内の路線バスで初めて自転車を乗せられるバスの運行が明後日から青梅市内で始まります。今日は運行に先駆けてデモンストレーションが行われました。こちら都内を走る一般的なバスなんですが、このように前を見てみると自転車が搭載できるようになっています。東京都は青梅市内の路線バスで自転車を乗せられるサイクルバスをあさってから試験的に運行します。バスの車両の前の部分に自転車を2台搭載できるラックが装着されていて、乗客が自分で自転車をラックに設置する仕組みです。利用は先着順で、乗車運賃を支払えば自転車分の料金はかかりません。あさってから毎週土曜日と日曜日に青梅駅と御嶽駅を巡回するルートを走る計画で、運営する東京都は多摩地域の観光の起爆剤になることを期待しています。青梅奥多摩いいとこたくさんあるので、バスと自転車両方使っていただいて、応援楽しんでいただければ。試験運行の期間は未定で、自転車の搭載にかかる時間や利用者数の需要などを確認していく方針です。自転車の安全面について東京都の担当者によりますと、今回設置されたサイクルラックは国内でもさまざまなところで使われていて、固定するレバーもあるので安心して利用してほしいということです。またタイヤの太さやサイズによっては搭載できない自転車もあるということですので、利用を考えている人は事前に東京都のホームページで確認してください。